はい、えー、皆さんこんばんは、えー。松戸市の石塚ゆです。あの、2月17日、えー、水曜日、本日の松戸市の新型コロナウイルスの状況をご報告いたします、えー。本日新たにあの、13名の方あ、感染確認をされて、えー、おります、えー。これで千葉県公表の松戸市在住の感染者数2000と、2087例目となります。ただあの、これ以外に他の都道府県で公表されている方、えー、こちらがですね、増えまして21名。 えー、そして、船橋の方で公表されている方が10名。千葉市の方で公表されている方、こちらが8名。えー、そして、柏市の方でも公表されている方が、あの、23名、えー、おりますので、えー、松戸市在住の感染者数の総数といたしましては、2149名となって、えー、おります。えー、またですね、あの、松戸市立総合医療センター、えー、松戸市立病院ですね、えー、こちらにですね、勤務する職員の方、えー、1名がですね、新型コロナウイルス感染確認をされました。 え、こちらですね、まあ、医療機関であの、抗原検査をしたところ、まあ、陽性がですね、本日確認されて、えー、現在はですね、えー、その、職員の方、えー、自宅で、えっ、ー、とですね、お休みになっていると、お、ことです。え、ですね、えっ、ー、と、ま、2月4日以降ですね、あの、当該職員のですね、あの、勤務はなくてですね、あの、院内クラスと疑うですね、事実が今のところですね、発生はしていないとのことです。 なので、あの、外来やですね、あの、入院等々のですね、あの、診療体制に、現、えー、今のところ、あの、変更とは、ないとのことになって、おります。えー、またですね、あの、朝日町中学校ですね、えー、こちらの、以前、あの、2月の12日に、あの、生徒がですね、まあ、濃厚接触者として、あの、特定されたためですね、2月13日から、あの、一定期間ですね、学年閉鎖となっておりましたが、その後ですね、あの、校内でですね、あの、学校内で、あの、濃厚接触者、 えがですね、特定されなかったため、学校内を消毒した後に、えっ、ー、とですね、えー、学年閉鎖、こちらの方がですね、解除となっております。はい、本日ですね、2月17日の松尾市の新型コロナウイルス感染状況を合行させていただきました。えー、ニュースなどもやっておりますが、本日からですね、あの、ワクチンの接種の方がですね、いよいよ始まりました。 松戸市のですね、このワクチン接種体制につきましては、あの、松戸市のワクチン接種コールセンターがですね、えー、オープン開設しておりますので、えー、そちらの方ですね、ぜひぜひご覧になってない方はですね、えー、ご覧いただければなといったふうに思います。えー、概要欄の方にもですね、えー、そちら、えー、つけておきますので、ぜひご確認していただきたいと思います。それではですね、えー、また次回の動画でお会いしたいと思います。失礼いたします。